ていると思うんですけれども、今日は草木染めの糸を使ってます。ですからちょっとあの茶色っぽい色してますけど、通常は白い麻糸で、あの初心者の方は持っていきます。見ていただくと分かるんですけど、ボビンもあの交差とねじりをしながら進んでいってる。であのレース編みではなくて、縦糸と横糸の関係で折っていってるんですね。だから2本のボビンが左右を左往こう折っていく間に縦糸があの中に折り込まれてるという、そういう動きなんです。はい、あのこれの楽しさっていうのは、まあ、編んでる時も楽しいんですけど、時間を使ってやってる時が、まあ、一番楽しいですね。